仁愛グランド前駅は、福井県福井市中住町にある、越前鉄道三国あわら線の駅。単式ホーム一面一線の地上駅。設備は、仮上工場並みであり、ホーム床面を含めすべて、構成、ホームには赤茶けた手すりがあるのみで、待合室や駅名標はない。越前鉄道では、最も簡素である。駅隣接地の仁愛学園グラウンドで行われる、 仁愛女子短期大学及び仁愛女子高等学校体育祭に際して交通の利便性を図るため設置されている。定期列車は年に1日かつ数本しか停車しないため、仁愛学園の関係者以外は乗降者できない。越前鉄道のウェブサイトにある路線図や市販されている多くの地図にも当駅は記載されていない上、駅ナンバリングも当駅においては実施されていない。 もともとこのプラットホームは、九ずり川橋梁を掛け替え時に、中住駅の仮ホームとして使用されたものを、現在の場所に移動したものである。低床ホームが設置されていないため、田原町駅から福井鉄道、福武線へ直通する列車はすべて通過する。なお、通常はホームへの立ち入りができないようにしている。駅直近に、仁愛学園グラウンド、体育館、 民家が数軒、少し離れて京新高等学校グラウンド、DIY ショップの他中小規模工場が点在するが、おおむね、田畑が広がっている。ありがとうございます。